おはようございます、本日はですね、シングルスでバックのスライスを使って、相手を崩すっていう方法をですね、お伝えするんですけれども、前にお伝えしたスライスの、基本的な戦術というかですね、ゆっくりなボールだったら深く打ちましょうねとかね、浅く打つんだったら低く打ちましょうねと。で、相手を結構苦しめるんだったらサイドに狙っていきましょうねって。で、そのサイドに狙うっていうのは、サイドライン際にの方に打っていきますんで、コースで相手を苦しめると。で、ショットの凄さっていうのはそんなにいらないんですよ。浮いてさえいなければジュバシュンみたいなのはいらなくてですね、そこそこ低いボールで角度ついてればそれで OK ですよっていうところだったんですけど、今日はですね、サイドを狙うとサイドアウトのリスクがありますよね。だからサイドアウトのリスクは取らずに、コートの真ん中あたりで浅い球、それをうまく使って、相手を崩していきましょうっていうところなんですけど、サイドを狙えばサイドアウトのリスクありますけど、コートの真ん中に打って相手を苦しめるっていうとですね、ちょっと普通に低く浅いボール打った程度じゃそんなに苦しまないので、サイド狙わずコートの真ん中狙うという時は、ある程度ねショットの良さっていうのが必要になってくるわけですね。こう深く打つよって見せかけて浅いみたいな、なので結構しっかり強く振らなきゃいけないですし、回転量もある程度やっぱりかかってた方がいいですし、でそこら辺の組み合わせだ、なんか浅いなとか浅いのを狙ってくるなとかね、で相手に思わすことができれば相手の浅いの警戒するわけですよね。するとなんか深いの何本か来るとちょっと前に行こうとしたのが深いじゃん、前に行こうとああ深いじゃんとかってなってくるとですね、相手がちょっと、ミスしてくれたりとかね、なのでですね、そのあたりお伝えしていきますのでよろしくお願いします。ロングで2球やろう、それともゲームで。
や。Ah.